来年もまた一緒に行こうな。今日はすごいゲストの方に来ていただいております。この方です。どうぞ。どうも、ギアの桜井です。よろしくお願いします。わー、どうもー、お世話になってます。はじめまして。本当にもーギヨン、ギヨンって言うのやめてください。桜井さん、桜井って伸ばさなくていいですよ。祇園の桜井ですから、いつなら覚えてくれるんですか。もうあれ、大丈夫なんですか。なんか、足の骨全部骨折古いな、それも。足の骨が全部骨折。よく骨骨折って言われるんですけど、はい、違うんですよ。アキレス腱をちょっとやりまして、はい、2018に。アキレス腱、はい。断裂をちょっとしまして。何でしたっけ、はい、営業のじゃんけん大会中でしたっけ。営業のじゃんけん大会のホイで切れないんです。後出し、後出ししてる子供を蹴ったんですよ。今日は、はい、そんな桜井さんね、はい、ちょっともう体も細いですし、ちょっと体力つけてほしいなっていう。確かに体力つけたいと思ってます。紹介しましょう。今回の食材はこちらです。てててーん、毎回歌うんやな自分で。てててーボーン山田。さあ、ソーセージ。あ、ソーセージ。ソーセージです。ソーセージでしょ。はい、ソーセージです。山田さん、関係ない、ないこともないんだけど。何なんですか、これ。どうするんですか、これ。ちょっとじゃあ、どうなるのか。はい。発表したいと思いますけど。じゃあ、行ってみましょう。はい。せーの。いただきます。今回の、このソーセージに加える一手間は。はい。このソーセージを、おでんにします。あるて、おでん知ってんねん。おでんのソーセージ、まずい。なんで聞こえへんねん、ここいつも。じゃあおでんにして食べますから。なんで聞いてくれへんねん、ここ一回。いきますよ、はい、せーの、いただきます。じゃあちょっとこれおでんにしてきますから、はい、ちょっと待っといてください。はい、待っといてください。すいません。いきます、はい。はい、聞いてますよ。おー、そんな遠い時やんねん、それ。何をする。1メートル50ぐらいしかないから。ちょっとベトナムまで行ってた。ベトナムまで 1メートル半先に見えてますよ。結局なんだかんだで、はい、4日。4日。4日いたんですよ、ここ。4日いましたよ、はい。マー君、チャンネル登録してほしい。発表しますよ、はい、こちらです。はい、でーよいしょー。うわっ、ちょっと見えてない。いいですか、じゃあ。はい、すいません。いただいて、すいません。いや、じゃあどうぞ、はい、うわっ。煮込まれてるから歯ごたえも柔らかくなってて、おいしい。パチッていう感じはもうなくなってます、煮込まれてるから。そうですか。柔らかくなってて、おいしい。見たことある？うわ、見たことある？うわ、こうですね。いきますね、はい、いきます。こんな美味しいですか。いや美味しいですよ、これ。ずっとあるもん、これのおでんは。もしもしですか。もしもし。マー君、チャンネル登録してほしい。桜井さんも元気いっぱいになったってことでね、はい、元気は、その元気になりました、はい、いや、これは良かったんで、ちょっと待って、今回は、はい。2018年ちょっと、ほんまですか。はい、こんなんあったか。
いやー、本当に桜井さん、ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。です、はい、また、ね、あの骨折したら来てください。なんで怪我したら来るんですか。まずまずお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、今日は以上でございます。最後いきましょう。せーの、ごちそうさまでした。